ルイエス・サン・ローランはカナダ沿岸警備隊に所属する砕氷船である。カナダの第12代首相、ルイ・セント・ローランにちなんで名付けられた。この船は北極中砕氷船に分類され、カナダ沿岸警備隊における最大の砕氷船及び機関である。ルイエス・サン・ローランの母港は、セント・ジョンズ、ニュー・ファンド・ランド、ラブラドールである。本船は、下記においては、 カナダの北極圏航海に運用され、北極海域を航行する船舶を支援し、学際的な科学調査にも利用されている。当機は特に開票が多い時期に、ケベック州モントリオールへの輸送を支援する。2007年6月、母港で CCG ベースダートマスと並んで停泊する、ルイエス・サンローラン。ルイエス・サンローランは百六十六年十二月三日に、モントリオール、 ケベック州のカナダビッカース社で建造され、1969年10月に、収益した元船は1969年9月8日から22日までの期間、カナダ沿岸警備隊船舶ジョン・ A ・マクドナルド、米国沿岸警備隊の船舶、ノースウィンド及びスタチン・アイランドの支援を受け、北西航路での SS マンハッタン遠征で運用された。本船は、 1988年から1993年に、かけ、ノバスコシア州ハリファックスハリファックスシップヤード、社において大規模な近代化改修を受けた。ブライアン・マルロニー首相の政府は、カナダが領有権を主張する領海でのカナダの主権を示す、目的で最初に大型再氷船の建造を提案していたため、本船の近代化改修は、議論されていた。 1985年に、米国沿岸警備隊船、ポーラー C がカナダの北西航路を無許可で通過し、愛国主義者により全国的な抗議が発生した。しかし、1980年代後半の予算削減により、沿岸警備隊と軍の拡張案が廃止されたため、この代替として、政府はその沿岸警備隊で最大の最標戦である、ルイエス・サン・ローランの近代化を選択した。 2016年には、ルイエス・セントローランが海底調査グループを乗せ、北極圏に派遣された。最初、ノルウェーに向かい、続いて、北極点へ、スウェーデンの砕氷船ーデンと共に航海した。北への航海中に乗船していた科学者チームは、グリーンランド沖に25から30の海底火山の連鎖を発見した。ありがとうございます。